何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ。フリーターでその日暮らし、隅っこ暮らしをしている。子供たち元気だな。俺もあんな頃があったよ。起きました。フラグちゃん、なんでこのタイミングで。私にもよくわかりません。無謀さんに死の危険があることは確かなんですが。危険なんてどこにあるんだい。こんな平和そうなのに。あの子危ない。無謀さん。そんな、無謀さん、死亡フラグの回収が早すぎます。俺はもうダメみたいだ。最後に今週までのクーポン使いたかった。マブーさん、俺本当に死んじゃうんだ。やっぱり死ぬのは怖いな。モボー君、このまま一生終えたくないよね。その声は師匠。モボー君にもう一度人生のチャンスをあげる。目が覚めたら。俺はどうなったんだ。モボーさん、どうしてそんなところに。これはド根性モボー。転生したらフラグちゃんの T シャツになっていたけん。よかった、どうやら成功したみたいだね。もしかしてこれ恋愛フラグさんの仕業ですか。この転生装置、一度でいいから使ってみたかったんだ。死の間際にいる人を生まれ変わらせる機械だよ。ただし転生するものはランダムだけどね。今回はシーちゃんが近くにいたから T シャツに転生したんじゃないかな。そんな、困ります。モボーさんが私の T シャツだなんて。まあまあ、モボー君が生き返ってよかったじゃん。この転生装置はシーちゃんにあげるからさ。それじゃあ、あとはモボー君と仲良くね。そんな、なんだか変な感じです。これってモボーさんが私の体と密着してるってことですよね。でも特に何も感じないよ。真っ平らな地面に寝転がってる感じというか。誰が真っ平らですか。とにかく生き返れてよかったよ。しかもフラグちゃんの T シャツなんて最高じゃないか。何を言ってるんですか、モボーさんの変態。え、だって俺は T シャツだし、もう働かなくていいじゃないか。そういう意味ですか。勝手に動く。へえ、この姿でも動けるんだな。モブーさん、引っ張らないでください。見えちゃいます。あ、あそこにいるのはモブミ。おい、モブミ。モブオ、いや、気持ち悪い、こっち来ないで。そんな、モブミ。まあ、普通は服が喋ってたら気味が悪いでしょうし。でもフラグちゃんも変な目で見られてるよ。あの子、服に話しかけてるわ。気の毒に。モブオさん、服でも静かにしててください。いた、フラグちゃん、俺を殴らない方が。痛いです。言わんこっちゃない。振り回される。よし、日課のパチンコに行くぞ。え、嫌ですよ。仕方ないじゃないか。俺はフラグちゃんの服に転生したんだし、自分一人じゃ自由が利かないんだ。仕方ないですね。手がないから打てない。当たり前じゃないですか。フラグちゃん、俺の代わりに打ってよ。わかりました。ほっ、なんで私がこんなこと。だいぶ弾数が減ってきちゃったな。一旦休憩しよう、フラグちゃん。ちょっと、そっちはダンストイレじゃないですか。え、俺はいつも休憩の時、トイレで精神統一してるんだよ。男子トイレなんて嫌です。え、じゃあ女子トイレでいいってこと。そっちもダメです。お、こんなところに巨乳美人が。うわぁ、モブオさん。なんなのよ、あんた。すみません、すみません。ねえ、柔らかい。おい、俺の女に何してるんだ。うわぁ、ごめんなさい。洗濯。もう、モブオさん、あんまり勝手に動かないでください。手が使えないってやっぱり不便だな。服でもご飯は食べられるんですね。すみません、モブオさん、これは洗わないとダメそうですね。え、フラグちゃん、何も見えないんだけど。シャツは裏返して洗わないといけませんから。これで綺麗になりますよ、モブオさん。ちょっと、うわ綺麗になりましたね、モブオさん。吐きそう、寒い。乾くまでここにいてくださいね。3時間後。そろそろモブオさんを取り込まないと。あっ、助けて。モブオさん。
んとか助かった。でもどこだここ。困ったぴゃ。ん、この声は。さっき洗濯したら今日着ていく服が一着もないぴゃ。ん、こんなところに T シャツが一枚残ってたぴゃ。今日はこれを着るぴゃ。うわビリ、やめろ。モブオさん、どこですか。うらぐちゃん。モブオさん、一体どこに行ってたんですか。助けて。うやー、そのシャツ返してください。何するぴゃ。おい、あんたこの前俺の彼女にちょっかいかけてきたやつじゃないか。よく見ればなかなか可愛いな。お前も俺の彼女にしてやろうか。いや、やめてください。やめろビリー、フラグちゃんを守るんだ。ピャン、女の子をいじめるなピャン。邪魔だピャン。見た目に反してすごく弱い。さあ俺といいとこ行こうぜ。いや、させるか。なんだこの布。暇なうちに。おい、おとなしくついてくれば怪我させなかったのによ。フラグちゃん、モブオさん、なんだこの服。くわー、ドカンじゃー。モブオさん、私をかばって。フラグちゃん、俺はもうダメみたいだ。フラグちゃんのシャツとして過ごした日々、忘れないよ。そんな、モブオさん、死んだらダメです。モブオさん、これを使えば。モブオはどうしたぴゃ。モブオさんはもういません。きっとどこか遠くで次の人生を送っているはずです。モブオ、お前のことは忘れないぴゃ。おいおい、あれ、今モブオさんの声が聞こえませんでした。ぴゃ、おいおい、ん、なんだか下半身がムズムズするぴゃ。男のパンツは嫌だ。助けてくれ。そんなところで喋られたらくすぐったいぴゃ。ビリーのパンツとして次の人生をスタートするモブオであった。 YouTube はじめりどん。太鼓の達人の仲間たちがオリジナルアニメで大はしゃぎ。僕たちの愉快な日常を覗いてみないか。太鼓の達人アニメバージョン、太鼓の達人公式チャンネルでチェックだじゃん。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待って。